水萌衣は、長江ペリカンモクサギカミズオイ族に分類される、鳥類。インドネシア、中華人民共和国南東部、台湾、大韓民国、日本、フィリピン、ロシア東部ほぼ、日本で繁殖するが、台湾やチェジュ島でも繁殖した例がある。冬季になると、主に、フィリピンへ南下し越冬するが、台湾や日本でも、少数個体が越冬する。パラオに飛来した例もある。 全長四十九センチメートル、翼長二十五から二十九センチメートル、翼開長八十から九十センチメートル、体重四百七十から五百三十グラム。頭頂は濃色褐色、体上面は赤褐色、体下面の羽衣はクリーム色で黒い縦縞が入る。翼には黒い斑点が入る。上口端の色彩は黒、下口端は黄色。 講子の色彩は、国力色。標高1000メートル以下にある、平地から低山地にかけての森林に生息する。沢の周辺で採初く、映像することを好むが、これは、沢の周辺は、湿度が高い上に土壌が厚いので、物が豊富な、ためだと考えられている。単独もしくはペアで生活する。2007年及び2008年に、 アキルノ市で行われた巣の観察例では、菜食や避難への給仕は昼間のみ行われていたという報告もある。危険を感じると警部を伸ばして、上を見上げて外敵に向かって、仮面を向け、木の枝に擬態する。昆虫、サワガニなどの甲殻類、陸生の貝類、ミミズなどを食べる。森林内の河川、湿原、地表などを徘徊し獲物を捕食する。繁殖様式は乱生。 ケヤキやコナラ桜などの木の絵に映像することが多いが、地域によっては、松類の木の絵にも映像する。太い木の絵に木の枝を組み合わせた巣を作り、5から7月に3から4個の卵を産む。放卵期間は20から27日。ヒナは34から37日ですだつ。鳴き声から牛鳥、梅き鳥、ヤマイボなどの方言名がある。以前は、 繁殖地と非繁殖地の森林伐採などによる生息地の破壊により生息数が減少していると考えられていた。近年は越冬地での生息地の破壊や越冬地や渡りの途中での狩猟により生息数が減少していると考えられている。2020年の時点では生息数は減少傾向にあるものの生息数の調査が進められたことで以前、 考えられていたよりは生息数は多いと考えられている。1952年から1999年にかけての飼育個体数すなわち保護個体数の推移から1960年代以降は生息数が激減していると考えられている。一例として山梨県の区などでは1950年代には繁殖が確認されていたが、1990年代の 時点ではほぼ繁殖例が確認されなくなっている。新葉樹の植林による栄養地の減少などにより生息数が減少していると考えられていた。近年の日本の森林減少率は大きなものではなく、減少の主因は蒸気のように越冬地や渡りの途中にあると考えられるようになった。都市部周辺では、大高や橋太とガラス、伊豆諸島では、 人為的に移入されたイタチ類による捕食による影響が懸念されている。生息数は1000話とされることもあるが、科学的根拠はない。絶滅危惧痛類。ありがとうございます。